ハロー YouTube。 どうも、マサルです。ここ最近 YouTube を見ていて、すでに気づかれている方も多いかと思いますが、国内のチャンネルを見ていても、動画の中に入る広告に、先日ロンドンで発表されたファーウェイの Mate 20シリーズの広告を見かけることが多くなりました。これが何を意味するかということは、もう大体想像はつくかと思いますが、この Mate 20シリーズが国内で発売されるのはほぼ間違いないかと思います。今画面に出しているのがファーウェイの Mate 20シリーズの広告の様子ですが、ディスプレイの上部についたノッチが小さいことから、この端末は Mate 20シリーズの中でもベースモデルとなる Mate 20になります。ただ、この広告の動画の中では最上位モデルである Mate 20 Pro の映像も出ていましたので、国内で発売される Mate 20シリーズとしては、Mate 20と Mate 20 Pro になる可能性が高いかと思います。残念なのは、今回ロンドンで発表された Mate 20シリーズの中には Mate 20X といって4096段階の筆圧にも対応したタッチペンが使え、なおかつディスプレイが7インチ以上の大画面ディスプレイを採用したモデルもありました。 Mate 20シリーズの YouTube の広告の中にはこの Mate 20X の映像が出ていませんでしたので、 Mate 20X に関しては国内での販売は諦めた方がいいかもしれません。最後に改めて今回発表されたMate 20シリーズのスペックを紹介すると次のようになります。まずベースシリーズである Mate 20ですが、こちらは CPU がファーウェイのキリン980、 RAM は 4GB または 6GB、 ROM は 128GB、 ディスプレイは 6.53 インチで、解像度は 2240×1080 ドット。 このディスプレイは上部に水滴のような形をした小さなノッチがついています。カメラは背面のアウトカメラがトリプルレンズで、それぞれ1200万画素、1600万画素、800万画素の組み合わせとなっています。インカメについては2400万画素のシングルレンズ。バッテリーは 4000mAh で、OS は Android 9 ベースの EMUI となります。そしてその他のモデルとしては、まず上位モデルとなる Mate 20 Pro。こちらが CPU は同じくキリン980ですが、RAM や ROM の容量が増え、ディスプレイについては有機 EL ディスプレイとなります。この最上位モデルの Mate 20 Pro のみ、ディスプレイの上部のノッチが広くて、この中に顔認証に使うドットプロジェクターなどいくつかのセンサーが搭載されます。要はこの Mate 20 Pro だけ iPhone X のような精度の高い顔認証ができるようになります。ディスプレイの解像度としては最も高い 3120×1440 ドット、カメラは4000万画素、2000万画素、800万画素のトリプルレンズカメラ。そしてディスプレイサイズが最も大きい Mate 20X ですが、こちらもやはり CPU はキリン980で、RAM が 6GB、ROM が 128GB。そしてディスプレイサイズについては 7.2 インチと、スマホというよりはタブレットに近いサイズとなっています。そしてこの Mate 20X のみタッチペンに対応しており、ペンで文字やイラストを書いたり、また操作をしたりすることも可能となっています。今回国内の YouTube 動画についている広告の映像からすると、一番左の Mate 20、そして真ん中の Mate 20 Pro あたりが国内モデルとして発売される可能性が高いかと思います。またこの Mate 20シリーズについて何か最新情報がありましたら別の動画にてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。